ああ、ひろしさんそう言ってましたか。はい。まだまだですね。あれ見抜いてる風でしたけど、うん、それもまだまだ。全然まだまだでしょ。学歴と教養があるのに、うん、バカなふりをしている。ああ、そこはやっぱりね、俺もうちょっと高度で。高度で。高度ですよ。はい。だから学歴があるのに、はい、バカなふりしてるんだけど。はい。高橋ひろきさん。日経テレ東大学をヒットさせ、テレビ東京からアベマに移籍。数少ない転職がバズるビジネスパーソンの一人であり、希代の映像クリエイターです。そんな彼がアベマに移って手掛ける新番組がこちら。日本のそういう番組ってバス停からスタートするじゃないですか。そうですね。どこにあるんですかそのバス。してないですね。不安だらけですけど何が最初にまずそのヒッチハイクできるかどうか分かんないじゃないですか。そうですね。そうなんですよ。何の保証もないです。そうなんですよ、じゃない。世界の果てにひろゆき置いてきた。アフリカにひろゆきさんを置いてくるというまさかの新企画を打ち出す高橋ひろきさん。新 R25 の新番組まるまる力では高橋ひろきさんのクリエイターとしての源流に迫っていきます。今回はひろゆきさんに高橋さんの知られざる〇〇力は何だと思うか聞いてきました。今日ちょっと聞きたいのがひろゆきさんから見た高橋さんについて、はいはい、高橋さんと最初の出会いってどんな感じか覚えてますか。最初は多分日経テレ東大学のなんかの企画で、はいはい、ゲストとしてキャスティングされたみたいな感じだったと思います、はいはい、その時は別に特に変わったこともなく普通に、はいはい、まあ、よくあるネット番組のキャスティングをやってる人的な、はいはいはい、だんだんそのどっかこの人面白いなとか思ったとかってありますか。日経テレ東大学というところで成田先生と僕と、はい、うん、あとゲストの人とその高橋さんっていうので話をするっていう時に、はいはい、普通だったらここ止めるよねっていうところを、まあ、成田先生が止めないのは、まあ、ある種予想通りなんですけど、はい、高橋さんも止めないんですよね、はいはいはい、なのでそのあこの人たち止めないんだ頭おかしいなっていうのが割と今回その、まあ、番組が世界の果てにひろゆきさんを置いてきたっていうことで、番組自体はどういう経緯でひろゆきさんに話が来たんですか。なんかその旅好きっすかみたいなので6月ぐらいに1ヶ月ぐらいどうすかって言われて、はい、いいっすよって言って、はい、でその後になんかアフリカになりましたみたいなのが来て、はい、あそうっすかみたいな。アフリカ実際行かれて、まあ、どうだったっていうかさすがに参ったとか体験とかありました。ちょっと特になく楽しかったです。特になく何が一番楽しかった、どの辺が。牛を屠殺するとか。牛屠殺してきたんですか。ええ、それどこの国。まあ、マラウイです、ね、マラウイ、なるほど、うん、今回、まあ、そのプロデューサーである高橋ひろきさんの知られざる一面みたいなところをお伺いしたいんですけど、なんか一般の人と普通の社会人だよねっていう偽装がすごくうまくできてる感じがするんですよね、はいはいはい、本心では全くその礼儀作法とか人にその無礼があってはならないとは全く思ってないんですけど、はい、そう思ってるかのように振る舞って、はい、この人は社会人だなと周りの人に誤解をさせてるっていう能力がすごい高いなと思っていて、あ、スナッチャーっていうゲームがあって、はい、人間としてこうロボットが活動してるんだけど、はい、周りの人がこの人がロボットなんだって気づかないみたいなのもあって、うん、スキャナーズって映画もそうかな、なんかそういう感じで、はいはいはい、多分こう皮剥いだら別の生き物ができたとしてもあやっぱりなっていう多分納得すると思うんですよね僕は。うまく人間に偽装してる、擬態してるみたいな、はい、その人間ってこうすると社会人まともだと思うんでしょっていうところをちゃんと欺いてやってるって。あ、高橋さんとひろゆきさんの共通点ってあると思いますか。まあ、面白いものがその好きっていうのは一般的にはそうなんですけど、うん、その面白いもののためにどこまで犠牲にできるかっていうラインが、うん、はいはい、多分僕と高橋さんは一般的な人より結構そこが強いと思うんですよね。はいはい、そこが似てる、まあ、似てるというか、まあ、そういう人たまにいるんですけど、うん、はい、
なんか一緒に仕事しててそれをこう感じたっていうか、この人その一般のラインより飛び越えちゃってるなって思った。まあ、今回のアフリカの旅がゲストが2人来るんですけど、はいはい、あの明らかにその旅のルールの設定上この人ここに置くのはおかしいよね、悪意だよねっていうのがあるんですよね、はい、あこれ完全な悪意だなと僕は思って、はい、あ いつも高橋さんらしいなと思ったんですけど、はい、その現場のディレクターさんとかカメラマンは、うん、そのまさか人が悪意でこんなことをするはずがないって思ってるんではい、はい、すごい戸惑って困ってるんですよ、はい、あこれはあの人単に本当に悪意でやってるだけだから考えてもしょうがないですよって僕は説明してるんですけどきっと何か意図があるはずだみたいにすごい困って結果収拾つかないっていう、はい、純粋な悪意ですよって説明して一応なんか最後終わってからみんなやっぱりそうだったんですねって納得してもらえたんですけど高橋さんの、まあ、それで言うとここは良くないとかちょっとこれ良くないんじゃないかって思うネガな点とかってありますか？別に僕は高橋さんの家族ではないのであの好き放題やって面白いコンテンツが来てあ面白いっていう他人として見る分には全然いいと思うんで、はい、あとまあ家族からいつ捨てられるのかなっていうのだけですえ捨てられそうだな、まあ、時間の問題だと思いますけど、ね、結構その高橋さんとの、まあ、コンビというかタッグも結構長いんじゃないかなと思うんですけど、なんでお仕事を続けてるとかってありますか？でも長いかでいうと多分2年ぐらいで、うん、実際初めて会ったのはその YouTube の仕事をしてから1年後とかなので、はいはいはい、会った回数もそんなに多くないですよ。あ信頼関係があるのかなと思うんですけど、そこはどういう関係で結ばれてるんですか？あえて信頼関係という言葉で説明するのであれば、はい、頭のおかしなことをするよねっていうのに対して期待を裏切らない、うん、はいはいはい、普通これだけ予算がかかった企画で、うん、悪意を持って人をキャスティングとかしないでしょっていうのを、はい、あ本当に悪意だけでやるんだっていうその、うん、ちゃんと裏切ってくれるっていう意味の信頼感です、はいはいはい、多分その撮影の時に通常のディレクターであれば、はい、ディレクターとして割って入るか、はい、そのキャスティング側 その演者さんに言って入るかとかでなんか止め方はいろいろあるんですけど、うん、それを一切せずにほっといて見てたっていう時点で、ああこの人はあっち側の人だなそこがこうプラスになったというかつながったというか、まあその結果、うん、テレビ東京クビになってるのであのコンテンツとして面白かったっていうのと、はい、彼がその社会人としてどうかっていうのは別の話なんで。中国のその思想家とか歴史とかめちゃめちゃお好きなんだなと思ってて、まあ、読書もすごい好きみたいな、なんかそういう点でひろゆきさんから見てこの人面白いなとか、まあ、割とそのいろいろな知識もあって、まあ、教養もあるんですけど、うん、あのバカなふりをするっていうのを毎回やるんで、分かってるから見ると鼻につくんですよね頭が良くて高学歴であるにも、いやそのなんかバカなディレクターなんでみたいな下手に出るんですけど、はいはい、いやいやお前の話し相手お前より学歴低いぞとかっていう時にあこの人は分かってそういうふうにやってるな。お仕事以外の話したりするんですか？仕事以外の話をすること、うん、そんなに多くないですね。何食ってんのとかそういうレベルの話で、なんで酒やめたんですかとか。あなんて言ってました？まあ多分あの体壊すからまあ、そうだろうなって思いました。生命保険はかけておいた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。なんでですか？ご家族のために。そのテレビ東京時代はテレビ東京という枠の中で会社が健康管理をしなければならないというある種の、まあ、制約があったんですけど、はい、今の彼はその、まあ、契約社員のような状態でアベマに入りつつ自分の会社もあるの そうです、ね、労働時間無限に増やせるんですよ、はいはいはい、なので多分労働肩で死ぬんじゃないかなと。なんか番組のひろゆきさん的な見どころあったら教えてほしいなと思うんですけど。動物園的なところに働いている人に、はい、ディレクターの人が、はい、まあ、25年働いてるんですよそこで。なのできっとその動物が好きなんだろう、やりがいがあるんだろうっていうのを一生懸命嫌うとするんですけど、はい、もう金のためだよ、金のためこいつら友達じゃねえしっていうのをドライに言ってて、はい、正しいな、うん、思想としてって思いました。最後にひろゆきのここ見てくれっていうのがあったら、まあ、タイトルがその、まあ、世界の果てに置いてきたっていうので、はい、多分そのいけすかないひろゆきというやつが困るところを見たいというのが企画の意図だったと思うんですよ、はい、なのでなんかそれが見たい方は見てもらえるといいんじゃないかなと思うんですけどただ満足するかどうかは定かではない。なるほど、はい、ありがとうございます。いいっす。途中めっちゃ明るくなっちゃいましたけど、はい、僕は大丈夫です。あ
ありがとうございます。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ひろゆきさんが語る高橋さんの隠れスキルは擬態力。耳慣れない言葉ですが、さまざまな企画で視聴者の共感を呼ぶ高橋さんにはぴったりなのかもと思いきや、高橋さんはひろゆきさんの言葉を一蹴します。新 R25 の、新番組で〇〇力っていう番組。まるまる力。やりたい。新番組立ち上げましたか。はい。はい。いろんな人のこう、この人ここがすごいって言われてるけど、うん、そういうのって本人は気づかないみたいな。ああ。当たり前にやってるから、うん、それ別に普通じゃないって思ってるみたいな。うん、だけど周りから見ると、この人のここがめっちゃすごいみたいなところに名前をつけたい。ほう。という。ほう。企画になってます。いいですね。ひろゆきさんが、に、高橋さんの〇〇力なんだと思いますかって聞いてきたら、うん、擬態力。擬態？はい。擬態って何ですか？真似るみたいなやつですか？真似るとか偽装力みたいな感じで、はあ、純粋な悪意でやってるのに何か意図があってやってると偽装しているっておっしゃってました、うん、あー、ひろゆきさんそう言ってましたか。はい、まだまだですね、うん、あれ見抜いてる風でしたけど、うん、それもまだまだ全然まだまだでしょ。あ、というとそれは、まあ、当然それはでもひろゆきさんの確信をついてるとかありまして、はい、まあ、やっぱ僕職業何かと聞かれれば、はい、まあ、演出家ですから、はいはいはい、で演出ってこう相手とか、まあ、物事とかのなんかある側面を引き出そうとか、うん、まあ、魅力を引き出そうって場合が多いですけど、魅力を引き出そうとか、はいはい、ある側面を引き出そうとして、まあ、触媒として肩掛けるわけじゃないですか、はい、それの思ってることそのまま話すことはなくて、はい、演者に対しても出演者に対しても、はいはいはい、一般の人に対してもね、っていう意味で言うと、まあ、常に擬態はしてますけど、はい、てか演出家の仕事がそもそも擬態っていうのはありますよね。はいはいはい、うん、それをまあ的を射てる感じはしました。まあ、作り手って難しいですよね、やっぱり。そう、なんだろう な例えば7月30日までにこの VTR 作ってくださいって発注する立場と、はいはいはい、は違うんですよね。やっぱ作る側は、はい、いや、とはいえでもこれは自分の例えばバイネームで何か出て、うん、ってなったらこれ自分のなんか脳みそ見せるみたいな気がするから、うん、恥ずかしいし、うん、30までにで1日8時間で終わんなくても恥ずかしいもの出すのって、うん、いや、じゃあお前7月30になったら裸で街歩くよって歩けないじゃないですか、はいはい、恥ずかしくて、はい、いろんな制約を取っ払って服を着ようとするじゃないですか、はい、布がないっつも布持ってきたり、うんうん、で縫えないっつも縫ったりとかして、だからそのなんかこう恥ずかしいとかなんかこうそういう思いもあったりして、こんなものを世に出せないっていう思いは、まあ、それでも出ちゃうことあるんですけど、っていう意味で言うと、うん、そういう気持ちで作っているのが作り手で、はい、あともう一個ひろゆきさんが言ってた、うん、これもその擬態してるみたいにしたんですけど、うん、学歴と教養があるのに、うん、バカなふりをしている。あ、そこはやっぱりね、俺もうちょっと高度で、高度で、高度ですよ。はい、だから学歴があるのに、はい、バカなふりしてるんだけど、はい、本当にバカだっていうところあるんですよ。3週ぐらいしてるんですよ、俺。あ、確か学歴はあるんですよ。はい、アスの整形だしね。はいはい、ある、はい。で、教養もある。ありますね、ある。教養って言うとあれだけど、まあ、本は結構読んだ、はい。読んだんだけど、はい、結構、だからといって、頭がいいかというと、結構バカで、あ、でそれ装ってんじゃなくて、はい、多分ね、本当にそうなんだと思う。だけど、装いからやっぱり演出家が上手くて、はい、軽く、うん、こいつバカなふりしてるけど実は教養あるんでしょっていうのを演じてるんですよ。あ、それを演じてるんですね。そう、だけど俺本当にバカだからそれなんで演じるかというと本当にバカだから、あ、ちょっと危険なんですよ、本当に、はいはいはい、本当によく分かってないから、あ、まず新聞読まないし、はいはい、ニュース見ないし、うん、ヤフーニュースぐらいなんですよ、本当に情報源が、はい、ただ、まあ、確かに根にね、根に結構大学で本読んだから、はい、このベースとなる原理原則が結構なんかこう好きで、はい、原理原則に当てはめてかろうじて理解してるだけで、うん、ちょっとそのいろいろ知ってるかってやると正直よく分かってないっていう。なるほど、うん、それも分かってるふりをしてるっていう擬態をしているだけで、そうそう、だもう2週ぐらい擬態してたんだね、ひろゆきさんが言ってる。教養があるのにないふりしてるんじゃなくて、はい、教養があるのにないふりしてるやつを演じてるっていう複雑な本当は分かってないっていう。ああ、そう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 、なんか確かに高橋さんのそのお話とか、うん、まあ、その作るものもそうなのかもしれないですけど、うん、なんかそういうその複雑性を感じるというか、うん、ねじれを感じるところがあって、うん、
そこがなんかこう面白さになっているのかなって。そこを見せないですからね、うん、でもそれはね結構あります。なんか V 作ってても、はい、なんか3、40あるいは60層ぐらいまで下まで、はい、こうなんかいろんな意味を込めてる場合もあるし、本当込めてない場合もあるんですよ、はい、でもこう混ぜていくとよく分かんなくなってくるじゃないですか、はい、みたいなのあるかもしれない。あ、まあ、今回そのひろゆきさんを置いてきたの企画は、うん、なんかどう企画最初にされたというか、うんうん、どういうところから企画されたひろゆきを置いてきたは、はい、まあ普通に自分がやりたいことなんだよな。なんか自分が、はい、なんかまあ嫌なことがいろいろあったから、なんかこう身軽に本当にどっか行って、はい、バックパッカー的だけどどっか行って本当に何の目的もなくというか、何の縛りもなく、はい、ふらふらしたいなとまず思ってたっていうのが一個ある、はい、そこがベースですね。でまあ自分は当然なかなか忙しくできないから、うん、まあそういう物語を見てみたいなと思ったのが一つ大きいですよね、うん、で、あともう一つがなんでひろゆきさんかっていうと、はい、まあ、でもなんかこう誰に行ってもらったらいいかなっていう中で言ったら、はい、まあ僻地に行った方が面白いなと思ったんで、うんうん、そのなんかこう理屈とか日本での常識が通じないところにおいて一番面白そうだなと思ったのが、はい、まあ、結構ロジカルの象徴みたいな、あ、まあ、何でも頭で考えてやるひろゆきさん、はいはい、そういうなんかこうどうしようもないところに置いてきたら面白いんだろうなみたいな、そんな感じのあれでした、ね、旅に出たいっていうのはなぜ。常になんか逃避願望ありますけどね、常に旅願望、あんま行けてないですけど、はい、逃避願望あります。結構仕事からのところですか。仕事ですね、まあ、なんか逃避っていうんですかね、逃避人間関係とか、はい、基本的にはその人間関係もそんなに好きな方じゃないんで、別に嫌いな人とか嫌な人が周りにいるわけでもないんですけど、はい、別に好きな人だらけなんですけど、それでさえなんか辛いんだよね。逃げ出したいというか、リセットしたい、投げ出したいっていう願望がやや気持ちの奥底にあって、はい、なんか人間関係の中で、はい、なんか人の期待に応えなきゃみたいな思いがすごいあるんですよ、はい、だこのテレビも視聴者の期待に応えなきゃとか、なんかこうそういう思いで作るものだから、はいはい、まあ、向いてるっちゃ向いてるんですけど、はいはい、なんか人間関係だったらこう何かこう人と会ってたら役に立たなきゃとか、はい、面白いこと言わなきゃとか、あ、ちょっとそういう思いがあって、もういるだけでストレスなんですよ、はい、だから俺は人といるだけで人といるだけでストレスなの。なるほど。そうだから、はい、だから、はい、でそれが、ね、そ相当嫌かって言うとそんなことないんだけど、でなぜなら心地いい人たちだからね、あ、基本的には、はい、ただでもなんかちょっと心のどっかにそういうものがあって、はい、こうなんか人間関係ない、明日になればもう違う街行ってるみたいな、刹那的な、はいはいはい、環境に身を置きたいってなる。うっすらだからストレスが蓄積しててそうなんですよ、世の中にはまってないですよね生きづらいと思うんですよ結構ね。あ、そこは何なんですか、生きづらさは根本何なんすかね。でもね、根のところ何なんだろうな、結構自分の中でこうこうしたいって思いをこう曲げるのも苦手だし、はい、いや、だって、あ、そうか、だから病気の部分があるんだと思うんですね。なんかややこう執着病、なんか執着するとこがあって、はい、なんかこう自分の思ったこう面白さとか、はいはいはい、このこれが綺麗みたいに思ったものっていうのは、うん、なんかちょっと病的にこだわる傾向があるんですよね。あ、なんかそういうその生きづらさとか逃避願望みたいなのが今回の企画で言うと他にこう出てる部分とかってあるんですか。うん、今回の企画はなんか僕予想してる VTR にはならなかったんですよね。なんか、やっぱその、まあ、とはいえエンターテインメントだから、はい、なんか困難の連続なんだろうなと思ったんですよ。はい、で、はい、まあ、苦しむひろゆきさんとか、はいはい、をどうこう、それ乗り越えるんだろうなみたいな目線を持ってて、うん、あ、そういうの撮れたらいいなと思ってたんですけど、結果あんまりなくて、へで、すごい楽しそうだったんですよね。なんか、あの素材見ると、笑ってて。うんうん、でだからなんかディレクターのみんなは結構焦ってて、あれなんか思い通りになってないぞって、ハプニングが起きないみたいな、ハプニングがめっちゃ起きてるんですよ、はいはい、めっちゃ起きてるの、めっちゃ起きてるんだけど、はい、苦しんでなくて、でそれなんかディレクターさんは焦ったらしいんだけど、でも俺それはそれですごい魅力的だなと思ってて、はい、むしろ面白いと思ってて、まあ、大体こういう番組って、はい、なんていうの、予想を裏切ると面白いんですけど、はい、まあ、それは僕いい意味で裏切ってくれたなと思ってて、はいはいはい、なんかその困難とか、うん、起きた時俺だったら苦しむんだけど、ひろゆきさんは、ね、苦しむっていうよりも切れるか笑ってるか でそれが何なんだろうなっていうのが、はい、多分これ8回か9回あると思うんですけど、はい、多分この VTR の、うん、多分主題になるんだろうなってうっすら思ってて、うーん、これなんで、
まあ、その苦しい時とか、はい、大変な環境の旅なんだけど、はい、まあ、ひろゆきさんはああいう態度で旅をしたのかなっていうところが、やっぱここからはやっぱこう作り手の描き、ひろゆきさんをどう解釈するかって作業なんですけど、はい、そういうふうに今描こうかなと思ってますね。はいはいはい、まあ、旅ってその、はい、なんか人生の縮図みたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、ハプニングがあったいいことあって悪いことあってっていうのがすごいスパンで訪れるじゃないですか、はいはいはい、で環境が変化して、まあ、人生8年だと環境の変化ってもうちょいゆっくりだけど、はい、喜怒哀楽が来る、いやメタファーみたいなとこあるなと思ってて、じゃあその旅っていうのは人生そのものだとしたら、はい、まあ、どういうスタンスで、まあ、人生っていう旅みたいなものをこう、うん、と向き合うといいのかなみたいなとこを、うん、なんかひろゆきさんの旅を通してなんか描けるといいのかなっていうふうに思いました。あ、その10年前ぐらいにね、はい、初めてそのテレビディレクターの演出術っていう、まあ、なんか演出の教科書書いてくれてたから、ちくま、ちくまのね、はい、なってて、テレビディレクターの演出術って本だったら、ストレートに。だけど、サブタイ、だからその物事の魅力を引き出す技術って書いてたんですけど、はい、まあ、多分その演出って物事の魅力を引き出す技術なんですよね。うん、まあ、その酔っ払いもそうだし、今回の旅も、はい、まあ、ひろゆきさんの魅力というっていう側面もあるけど、はい、だけじゃなくて、このひろゆきさんが旅したこの VTR の魅力、うん、まあ、どこにあるのかって、やっぱりこう、それを観察するのが、うん、演出家の仕事なんですよね。まあ、現場にいるディレクターとしてもそれやるべきだし、はい、まあ、それをこうさらにもうちょっとより良くする演出家っていう立ち位置としても、はい、それを観察して、そのこの旅の魅力はどこにあるのか、うん、でこれは結構一筋縄ではいかないんですよね。感じ取れない人は感じ取れないですよ。なるほど。だけど、まあ、それを発見するのが仕事なんですよね、はい、演出家の。だそういう意味で言うと、それはもう基本的な仕事なんですよね。その複雑な魅力を感じ取れない人は感じ取れないとおっしゃったんですけど、うんうん、高橋さんはなんで感じ取れる？なんか観察する訓練かもしれないですね。やっぱ観察ですよ。その時なんでこういうこと思ったんだろうなとか、はい、まあ、耳を澄ませば好きなんだけど、うん、なんで耳を澄ませばいいと思ったんだろうなとか、そういうのはなんか考えちゃいますけどね。そういうなんか自分の気持ちが動いた原因とかは考える癖もあるし、耳を澄ませばは、はい、一番俺はジブリの中で好きなんですけど、はい、なんか俺リアリティないもの嫌いで、あ、小説あんま読めないんですよ、ちょっと無理で、はい、で耳を澄ませばがなんかいいのは、はい、あれ徹底的に全部ありえるじゃないですか。まあ確かに、あの中学生の出会いね、はい、でだけど実際にはないんですよ、はい、まあ、だからいいんだけどキラキラするんですけど、はい、でもあり得るっていうか、あれ耳を澄ませばの良さは、はい、まあ、要素が多分何十個ってあるんですけど、全部がなんか実際はあり得るんだけど、うん、最高峰の素晴らしい形の全部連続なんですよね、うん、出会いも、うん、そんなに図書カードで前の人の名前でいっぱい書いて、はい、まあ、あり得るけど、はい、まあ、ねえよなみたいな、あ、だけどあり得るよなみたいな、ギリあるじゃないですか、はいはいはい、で次のステップもでそれ会ってみたら、はい、それ結構イケメンだって、まあ、ギリあるよなみたいな。なるほど。だから、まあ、めったに、ね、人生に一回起きたら、はい、いいよなって思う奇跡。だけど起きないことはない。うん、例えば魔法で転生するとかじゃないから、確かに時をかけるとかじゃないから、俺時かけられるって言うと幻滅しちゃうんですけど、時かけてないけど、はい、図書館だはあり得るし、それがイケメンだったもあり得るし、はいはい、まあ、そいつがイタリアにバイオリン職人に行くっていうのも、まあ、ありえねえけどなくはないじゃないですか。はいはいはい、そんな中学生いると思うけど、うん、そのありえる中での最高峰のときめくのを重ねていくから、うん、まあ、結果すごいあんな恋愛してみたいと思うけど多分ないんだけど、でも自分にもありえたんじゃないかみたいな、なんかそのありえる中で最高峰掛け算してっていうのが俺結構好きで、はい、耳を澄ませば、あーそうだ、耳を澄ませば話してたら終わっちゃったそんな感じでだから耳を澄ませば好きなんだよ、はい、つまり耳を澄ませばの話でよかったよね今行きます、すいません、じゃあやばい、いいよ最後一言も。でも観察なんですね、演出の根本って観察で、それでも宮崎駿も言ってたから確かだよ多分。なるほど。宮崎駿も観察だってた。あ、それ多分高橋さんができるようになったのって、うん、多分そのテレビ局、あのテレ東時代のそのまあ下積み的な訓練のおかげ、うん、訓練のおかげだし、もともと好きでしたけどね、はい、そういうのは。どういうあのことからやってた。だからなんかサブカルメンヘラ女子みたいなこと言うけど、はい、趣味は人間観察ですみたいな言っちゃう人いるじゃないですか。あ、いますね。俺も結構その類の人間だから。なるほど。まあ、いわゆるちゃんとそのサブカルのちょっと陰キャの素質を持ってるんですよ、ね、人を見てこう自分と比較するっていう、はい、結構人間にとってあんまり、あ、その綺麗とはされない趣味を持ってて、はいはいはい、人の年収聞いていろいろ想像を巡らせてみたり、人の恋愛聞いて、はい、こう
すごい優越感を感じたり劣等感を感じたり、うん、いちいち自分の心を動かして、はい、それで楽しんでるっていうなんか精神的なこう自傷を一応楽しんでるんですよ。なるほど。じゃあその精神的な自傷行為が一応あるから、はい、エンターテインメントとして自分の中に、まあ、精神的に傷つけるのも結構好きなんですよね。人の恋愛見て羨ましいと思って悔しいじゃないですか、はい、あ俺嫉妬してるなみたいな感情動くじゃないですか、はい、感情動いてると飽きないんですよね、はい、だから、まあ、そのそういう一応こう素質を持ってるんですよ、はい、うん、その擬態みたいに最初、うん、テーマで言ってたんですけど、うん、まあ、でもそうでしょうね。一筋縄ではいかないのが人生じゃないですか、うん、はいはい、まあ、人生ってそういうもんじゃないですか、はい、僕だからそので、死ぬのが怖いんで、じゃあ生きるのは何かとすごい興味あって、はい、まあ、すごいなんかやっぱ一筋縄でいかないしままならないものだと思うんですよね、うん、なんか生きるとか結婚とか恋愛って特に、うん、はい、まあ、仕事もそうだけど、はい、そのままならないのをこうなんでだろうとか自分はなんで思うんだろうっていうと、はい、まあこう矛盾してるものもいっぱい出てくるわけじゃないですか。人を攻撃したいけど守ってあげたいとか、あ、でもそれってなんか同根じゃないですか、はいはい、例えばこれ本当に同根で、はい、例えばこう人を嫉妬して叩く人って、うん、まあ、母性が強い人なんですよね。多分脳その時測ると脳から出てる物質は同じで、そうなんです。そうですね、人をこう、はい、例えば飯馬みたいな感じで、はいはいはい、不倫をね、今行きます、もうすぐ行きます。そうだね、あ、下にマイクつけておいてください、はい、そうそう、そんな、だ、あの、そう、人をね、はい、例えば不倫してる人叩き起こすとか、はい、まあ、不倫じゃないけど金持ちが叩き起こしたい、はい、叩き落としたいみたいな願望ってなんか母性と同じなんですよね、はい、って言われてて、はい、それってやっぱりこの脳内物質一緒の原因は多分進化の過程で、はい、まあ、自分の子供を愛するってことは結局限られた資源の中では他の他人を蹴落とすってことじゃないですか、はい、だから多分同じ物質が出てるんですよ。なるほど。オキシトシンだったかなっていう物質だと思うんですけど、ちょっと間違ってたごめんなんだけど、はい、多分オキシトシンで、はい、まあ、ことほどさように人を傷つけたいって願望と自分の子供を可愛がりたい願望って同じだったりするんですよね、はい、だからこの人間の感情が複雑なんですよね、はい、で自分の欲求も複雑だし、うん、っていう意味で言うと、まあ、そこの複雑さに興味あるし、うん、それをなんか描いていきたいし、はい、それをこう丹念にこう分解して見て味わいたいなっていう、はい、複雑さっていう意味で言うと、だからそれが複雑だから一筋縄ではいかないから全部を説明いちいち会うたびに僕はこういう気持ちでやってるんです、あなたを傷つけたいけどこうこうこういうふうに思っててこうこうでもこうあなたを守りたいんですみたいなこと全部説明できないじゃないですか、はい、だからまあ結果一言でまとめるんで、はい、その抜けにいろんなことを思ってるってことじゃないですかね。あ、なるほど。その表面から見えるとこより、うん、そこにたどり着くまで、まあ、いろいろあるんだけど、はい、いろいろあるのをまとめて最後こう言うん でそれ、まあ、そういう意味でプライベートはそれが擬態だし、はい、まあ、演出って側面においては、はい、それやっぱ相手のこう魅力を引き出すっていう触媒としての意図を持ってるんで、はい、そこを持って擬態といえば擬態、はい、でそれは悪意の場合もある、もちろん、はい、ありがとうございます。すいません来ていただいて、いえありがとうございました、お忙しい中ありがとうございました、すいませんでした、ありがとうございます、頑張ってください、はい、ありがとうございます。でもね、ひろゆき世界の果てひろゆきを置いてきて、ちょっと見てくださいね、ちょっとね、ままならない人生にストレスを感じているという高橋さん、複雑な感情を丹念に表現したいからこそ自分を擬態し続けている。仕事や人生にままならなさを感じている皆さんも、心の中に擬態力という言葉を秘めてみてはいかがでしょうか。新 R25 の〇〇力、次回のゲストもお楽しみに。